まさに、もうね、もし慎太郎さんが予選で落ちるようなことあったらもう、あったらぶち切れるよ、ね。大会中止やっつって。いやでもね、それは僕も予選落ちはないと思う。予選落ちしたらめっちゃメンタルきそう。いやそう、まあ別になんか参加賞を舐めてるわけじゃないんだけど。舐めてるわけじゃないけど、でも相対的に見て明らかにプレイ時間もあるし、ラウンジもやってるし。いやまあ僕結構自信っていうかそこそこの総力はあると思ってるから、あるまあ、割か勢には遠く及ばないけどね、一般人から見たら、うん、うん、いや1位以外でもごまかす力もあるし、ね、もともとそのイメージだったからな、その慎太郎イコールアマースの中でマリカが強いやつから始まってるから、うん、まあ、俺が負けるとすれば本当にもうフルの事故、回線落ちするとか、なんか体調が優れないとかぐらいか。マジ予選1戦目でもうなんか70点超えとか取って、まあもう余裕やわーってなっといてほしいわ。70取れると思うけどな、うん、何事もなく部屋によれば普通に取れると思う。70取れば予選は通過するよ、うん、生きる慎太郎さん見たいな予選で。めっちゃ実況始めるかもしれない配信中に。はい、ここでこれも燃えたら買わせないんですよね。見たい、いいな。でここ表コインは交換しないでテレサ系をするわけ。一人だけレベチなこと言ってるな。どや解説し。そう。普通にマリカ実況動画出すつもりである。でもそれぐらいのテンションで走りたいな、本番は。一回流れに乗ったらいけんじゃない？なんか、それこそ1レース目最下位取ったりしたらちょっと焦りそう。うん、いや、でも多分最下位取っても焦んないと思うな、俺。ほんと。18レースあるし、だから3ミリとかだったら焦るかもしれないけど、18あるから、もう大丈夫でしょ、みたいな。